はい、こんにちは。こんにちは。今日は久々のドクター紹介です。名古屋院で働いている森本先生です。わー、こんにちは。はい、森本先生の簡単な自己紹介をさせてもらうと、もともと僕 の大学の形成外科の医局の、1年後輩ですね。ずっと形成外科やってて、その前にお腹の一般外科とかやってて、でその後脳外科をやったりして、で一通り縫合技術とか全身管理とか学んだ後、美容外科をやってるっていう経歴の先生です。はい、じゃあいろいろ質問していきましょうか。はい、じゃあね、得意な手術は何ですか？得意な手術、まあいろいろありますけど、例えば、まあ、目のあたり、まあ二重、切開二重、埋没、まあそのあたりとか、あと、まあ鼻ですね、はい、尾翼縮小、そのあたりとかですね、はい、まあ、あと、やっぱり全身的な、まあ、上から下まで含めてなんですけれども、はい、まあ、アンチエイジング、そういったところも、含めて、いろいろやらさせていただいております。はい、やっぱり最近多いのは二重ですか？二重も多いですし、はい、やっぱり、あれですね、どうしても年とともにこうたるみが気になってくると、はい、いうような方の、まあ、アンチエイジング、はい、あとは、まあ、若い女性とかでも小顔になりたいというような方 の、 この、はい、メソシェイプフェイスですとか、はい、多いですね、あとエラボトックス、はい、うん、はい、あと全身的なやっぱり、お腹周りとかのメソシェイプですとか、はい、まあ、あと内整形的なものですね、よく言われる、はい、マンマリーヒアル、要はヒアルロン酸で包装したりとか、はい、はい、うん、そういったところの、予防が非常に多いところですね。はい、はい、なるほど。先生の、はい、特に得意な分野は何でしょうかね。特に得意な分野ですか。はい、まあ、最近いろいろやらせていただいてて、はい、うん、やっぱりそのあれですね、はい、アンチエイジングの方はちょっと力入れてやらせていただいております、ね。先生は結構あれですよね、おばさま受けがいいとよく、ね、あ、なんかそういうふうに言われるみたいですけど、自分ではどこがちょっと受けがいいのかわかんないですけどね。結構森本先生のファンっていうのがいっぱいいらっしゃって、ありがとうございます。なんか森本先生の診療日は結構予約でいっぱいなんですね。指名、森本先生がいいって指名する希望する患者さんが多くて、ありがとうございます。はい、結構こんな顔してスタッフからも評判が良くて話しやすいと、面白いと、はい、筋肉ネタとか、ね、胸板を動かせれる。あ、動きますね、筋肉ね。見えますかね、わかりますかね、これどうで、はい、まあ、こんな感じで。なるほど。そうですね、はい、そうですね。じゃあ次プライベートの話いきましょうか。はい、どうぞ。趣味は何ですか？趣味、まあいろいろですね。まあ大学時代から、まあ、軽音楽部で音楽やってたり、はい、まあそれこそ激しいのから、まあ、はい、ジュディ・マリみたいなポップス系とかね、はい、ああいったのをやったりとか、やってまして、まあ音楽全般大好き、演奏するのも大好き、はい、まあ、あと車ね、はい、いじりとか、まあ、模型作りそういったのも好きなんですけど、はい、あとは動物大好きですね。ああ、そうなの。動物飼ってる？動物ね、今ね、なかなかマンションなんで飼えないんですけども、はい、必ずペットショップとか行くと、こう、はい、ワンコをこう、なでなでしちゃったりとか、はい、子供と一緒に、子供にカッコつけて、こう、猫をなでなでして、こう、いじってたりとかね。はい、うん、そういったことやって、はた、い、から見ると、すごいキモいおさんが何やってんだろうというふうにしか見えないと思うんですけど、はい、そんな感じで、はい、大好きです。あと、まあ、子供たちと一緒に映画見たりとか、そういった感じですかね。はい、よく道歩いてると、新日本プロレスの真壁刀義さんですよね。あ、時々言われますね。ええ、技かけられそうになって、危うく難を逃れたこともありますね。はい、なるほど。よく大学時代に軽音楽部の前を通ると、いつもジュディ&マリーの自転車とかね、はいはいはい、やりました、かかってて、やりました。彼もジュディマリがなんか大好きみたいな、大好きですね。硬派なふりしてユキちゃん大好きっていう。三木屋先生には負けます。はい、三木屋先生まで硬派な方はなかなかいないと思いますけどね。はい、そうですね。はい、あとは何か特技とかありますか？特技ね、まあ、モノマネとか、人がやらないというか、人が知らないネタのモノマネすぎて、ちょっとここで披露するのはあれなんですけどね。ぜひお願いします。本当コアな人しかわからないネタなんで、うん、ちょっとごめんなさい。一般受けしないと思いますね。UFO 見たテキサス人とニューヨークの お願い。絶対それ俺ごめんなさい。僕もね、それ忘れた。あれは
あれを見たな。あれを見たな。確か夕方の4時頃かな。隣の 南の空が急に赤くなって牛と豚どもがみんなびっくりしてコス抜かしてんだとかでやってましたね、大学の頃ね。テキサスの、うん、あ UFO のテキサスね。じゃあニューヨークあれは南の空が急に明るくなったのに気がついた。そうだな、午後6時ぐらいだったか、ね、僕はちょうど会社を出て地下鉄に乗ろうとしてたところだったんだ。周りにはびっくりしたね。それさ、絶対テキサスの人バカにしてるよね。バカにしてません。違う、バカにしてません。ごめんなさい、テキサスの方。はい。すいません、あの怖すぎて申し訳ないです。はい、あと何か言いたいことあります？そうですね、まあ、はい、三木谷先生と一緒に、はい、といいますかね、まあ、みんな、高須クリニックで、スタッフ一丸となって、皆さんの診療に当たらせていただきたいと思います。誠心誠意、真面目に、取り組んで、いきますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、ではこれからもよろしくお願いします。